はい、皆さんこんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅生です。それと、はい、テニストレーナーの浅木です。また2人でちょっとお届けをしたいと思うんですが、はい、今回もですね、打点へ入るための練習メニュー第3弾としてお届けをさせていただきたいと思うんですが、今回はですね、ついにラケ出し、それでちょっと説明をさせていただきたいと思います。はい、皆様スクールだったりとか、まあ、仲間内のね、練習同士でよくいろんなラケ出し、球出しやっていると思うんですが、多分一番多いのがこれだと思うんですよ。まあ、センターマーク付近に立って、じゃあフォアお願いします、踊る、戻る、みたいな形の練習をたくさんやっている方多いと思うんですが、もちろんこの練習もいいんですよ。もちろんいいんですが、今日お話ししたいことはですね、打点の入り方って大きく僕2種類に分けられるなぁと思っていて、その一つが今やった、お願いします、この入り方なんですが、これはですね、要はボールに行くための打点の入り方だと思うんですね。でも皆さん、もう一個打点に入るやり方ってあると思うんですけど、要はここに立ったらフォアとバック、まあ、この2種類にボールが来るじゃないですか。でももう一個ありますね。要はですね、ボディなんですよ。ボディお願いします、ボディでお願いします。皆さん、この練習やってます？ボディにボールが来る、ボディにボールが来る、これ試合とかラリーではめちゃくちゃ多いのに、結構フォアお願いします、ボールに入りに行って戻って、ボールに入りに行って戻ってみたいなことは結構たくさんやられるんですけども、ボディでの練習を僕あんまり見たことがないんですよね。なので必ずと言っていいほど結構慌てふためくのは、ボディに速いボールください、こう構えてて、あーください、あーみたいなことを結構ありません？なので、この練習をちゃんとやっておいておきたいので、僕のこの合わせ方は、距離を作るって言い方をするんですけども、じゃあ、フォアでお願いします。これは距離を詰めていく練習。加えて、こっちは距離を作る練習。まあ、ボールから自分がちょっと離れる感じですよね。この感覚が、僕はすごく大事かなと思うので、練習メニューのうちの一つに加えてほしいんですね。はい、でさっきラケ出しだったんですが、まあ、やっぱり最初はね、手出しの方がいいと思うので、これをですね、まあ、よく8手でもやっているんですが、距離を取りに行く練習、詰めに行く練習、はい、今度距離を作ってください、要は回り込みですよね。はい、距離取りに行く、はい、空間作れ、はい、空間作る、空間作る、はい、はい、距離取ってって、距離取ってって、はい、空間空間空間セット早く、はい、距離取ってって、はい、空間作る、ラスト、空間作る、空間作る、みたいな感じでやるんですよね。で、これまた朝日がやると簡単に見えちゃうんですが、空間作るってどういうことだよってなったら、一番最初の動画がやっぱり一番最初のスタートなんですよ。お願いします。やりましたよね。これ上から落として、上から落として自分の横の軸の距離感を合わせましょうと。で、これを、要は、はい、ボディ行きます。これしてるだけなんですよ。これ普通の、その場の。はい、距離作る。これやってるだけなんですね。なので、もし、ラケ出しとか今やった、お願いします。距離取りに行く。はい、距離作りに行く。この作るっていうのが分からなければ、ここのセンターマークのボール、上から落とすものをやって、まず横軸だけ合わせる。横軸だけ合わせる。これは皆様の、今のテニスのレベルとか目標とか課題に合わせてもらっていいので、簡単にするところですね。で、次の段階で行くと、さっきやった、とにかく、距離を詰める。で、距離を取る。で、ここに当然判断っていうものが今度必要になったりとか、フットワークをもっと速くしたいってことになれば、今度ランダムにするんですよ。はい、行きます。はい、回り込み。はい。はい、戻って。はい、回り込み。はい、距離作る。はい、次、距離取る。はい。はい、戻って。はい、距離取る。はい。はい、距離作る。はい、距離作る。はい、戻る。はい、距離取る。はい、戻って。はい、距離取る。はい。はい、距離作る。はい。っていう感じですね。まあもう、朝日くんも息、全然なんで、これ僕たちよくやるんですけど、テニトレって呼んでて、テニストレーニングの略でテニトレって呼んでるんですけど、これ打点の練習もそうなんですが、これぐらいのペースでやると結構フットワークとかアジリティとか、そういったトレーニングとしてもやれることになるので、特に我々、ジュニアをね、いつもやらせてもらっているんですが、やっぱりジュニアに、さあトレーニングやるぞって言うと、チーンみたいな子たちが結構多いんですが、こっちが意図しなくても、トレーニング要素を入れちゃって、結局テニスをさせれば、子供たちって結構やる気を持ってやってくれるケースも多いので、まあそういったところも踏まえて、この距離を取りに行く。自分で距離を作るっていう練習は、
ぜひお勧めしたいと思いますので、皆様の練習のメニューの一つに加えてみてください。はい、皆様いかがでしたでしょうか。その練習で打点に入りいくためのメニューシリーズとして第3弾で今回お届けしたんですが、今回のテーマはとにかく距離を取りに行くっていうことと距離を作ること、この2つが大事ですよっていうことで、練習メニューとしてはいつも通り簡単にさせてもらったんですが、結構今回も意味と意義を込めたメニューになっているので、まあ練習をする側とか、まあサポートする側、どちらもそういったこの意義と意味を確認しながらやっていくと、すごく打点の入り方の一つのステップアップになるかなと思いますし、今ちょっと朝日も息ぜいぜいですから、トレーニング要素としてもこのメニュー結構いいかなと思いますので、とにかく試合では結構センター、結構皆さんフォアバック狙うこともありますけど、やっぱ試合中など結構センター目の展開ってすごく多いと思うんですね。ということはやっぱりボディ目の展開ってのはすごく多いので、距離を取りに行くだけじゃなくて作る。っていうところも加えてやってもらいたいですし、あと何よりこれってそのまま回り込みの練習、要は逆クロスが打ちたいときっていうのはこの入り方ができないと、そもそもそういった展開もできないので、まあ、いろんな要素を、ね、踏まえて練習は簡単にしておりますので、ぜひですね、こういった練習も含めて打点への作り方っていうのをして、一つでも練習のレベルのアップにつながればいいかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。打点への入り方シリーズまだまだ続くと思いますので、引き続き練習の方を頑張ってください。大丈夫。はい、ということでまた次回の動画で会いましょう。さよなら。